からゴムメイクスタートします。めっちゃ揺れるんだけど。でも無理じゃん。もうね、時間ないときはクッションなんでね。もう許さないでね。もうこれでパカパカ乗せていって、ヌンじゃん、ヌンじゃん。 OK。 そしたら5分とかやったことないんだけど、いつもね1時間ぐらいかかるから、コンシーラーで鏡がない気になる。これだけ乗せて、クッションハンデで、おー揺れる、完成。ここなんで、めっちゃ揺れるんだけど、やばい。もう1分35秒なんだけど、だからもうね、時間ないときはこのペンシルで、マンガジマ打ったぜ。やばい、揺れる。あ、眉毛がめっちゃ難しい。お、赤信号だ。今だ。いつもはパウダーなんだけど、でも無理じゃん。描いたらシャドウ、もうね一色で、こう済ませて、やばい3分だ。けど、それは嘘だ。はい、したらとりあえずチークのとこ、チークはチーク塗っといたらもう血色良くなるから、適当に乗せて、OK。 だからまつげ、5分ってこんな短かったっけ。私いつも前つげだけで5分かけるから、ね、やばい4分。じゃあもう今日はナチュラルにね、上だけやってから、最後にリップどこ、こっちだよ。手を塗って、あ、いける。
ました。完成。イエーイ。お、結構、え、5分ってこんなに早かったんだね。こんな感じで私のパッパと5分メイクは完成しました。まあ化粧してるっていう風に言ってもいいんじゃない。多分ね、いつもとまつげが全然違うから。あと一番難しかったの眉毛かな。やっぱ車の中揺れるから、チークとリップさえしとけばまあなんとか完成っぽくなるっていうことに気づいたので、皆さん本当に急ぎのメイクアップするとき、ぜひぜひ参考にはならないと思うけど、ということでいいねと購読ボタンもお願いします。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。